はい。8時だよ。新党コンボ。大丈夫。はい。はあ、月曜名物。はい、みんなの心の声が聞こえました。心配ご無用。よろしく。はい、すいません、びっくりした方もいらっしゃいますかね。はい、8月も、7月も、最終週ということで、お祭りシリーズ、今週もお祭りシリーズで行きたいと思っております。はい、しばらくこんなテンションで今日も一日乗り切りたいと思っております。よろしく心配、ご無用、よう。はい。ということで、1週間のご無沙汰でした、つよしです。はい、ありがとうございます。サンキューでございます。はい。いつもの皆さん、一週間、暑いですね、本当に。元気で過ごせましたか？ねえ、もう私も水ばっか飲んでますね。酒ばっか飲んでますね。ほんまに暑くて。やばいっすね。はい。本当に。ねえ、ちょっと落ち着こうね。はい。お、サルルちゃん。こんにちは、サルルちゃん。はい。はい、ポスターです。そうです。サルちゃん、今日はですね、はい、素晴らしい音楽を、フューチャーさせていただきましたんで、ちょっとかけてみましょうか。はい。フューチャリング、西川進さん。はい、実はね、私の、番組の方でね、ご紹介いただきまして、この、ミユさんの、西川進さんの、BGM を、最新アルバムのね、楽曲を BGM として使わせていただくことになりました。ということで、後ほどご紹介したいなと思っております。はい。で、オープニングではね、ちょっと夏らしいお祭りのイメージを、コラージュしてみました。はい。もう7月、8月ですね。もう7月も結構なお祭りがあっちゃこっちゃで。ありましてね、結構大きなお祭りも終わってしまいましたけれども、また8月ね、盆踊りとか、大きいお祭りがありますので、はい、ぜひもうちょっとね、まだこれから夏はこれからまた本番やということで、もう少しね、夏を楽しんでいきましょう。暑さに負けるかということではい、心配ご無用、こちらでございます。はい。でね、案内するの大変忘れてたんですけれども、7月と言いますとね、踏み月というんですね。踏み月、文章の文、踏みを書くの踏と書きまして踏み月というんですけれども、そうですね、6月が水月ですね。水がない月、叩いている水月。その前は、5月はさつき、4月は渦月というふうに毎月ご紹介してたんですけれども、7月は終わりの最終日になって、ようやく思い出したように説明しているという私でございます。はい。踏み月は、語源は、短冊に歌や字を書き、書道の上達を願った七夕の行事にちなみ、踏み開き月が転じたという説が有力だということだそうですが、昔はね、七夕がね、今頃だったわけですね。まあ、暦の関係だと思うんですけどね、旧暦新暦もありますんで。はい。まあ、そんなことで、まあ、昔はね、短冊にお願い事を書いて、で、まあ、書道の上達を願ったということから、踏み月ということらしいでございます。はい。私もちょっと、書を勉強しようと思いながら、なかなかできずにおりますが、はい。今日はそういえばですね、私、絵の方が専門ですので、はい。まあ、字なんてこんなもんしか書けませんが、はい、心配ご無用、はい。今日は、仲良きこと、美しきこと、ということで、はい。こんな、可愛らしい、何でしょうね、お友達も来てくださっております。はい。なんか話がよく分かりませんね。はい。ニコニコ生放送の皆さん、今日はたくさん来てくださってますね。今日もありがとう、よろしくお願いいたします。ぜひコメントの方、よろしくお願いいたします。今日はですね、簡単なじゃないか、トークデーですのでね、ぜひどんどん絡んでみてください。はい。
でですね、今日はフェーダーを使うことにしました。はい、いや、こちらの話です。はい、今日はですね、まず西川進さんの紹介をしたいかなと思っております。オープニングトークとしまして、はい、よいしょ、どこだどこだ、ね、この今流れてる楽曲なんですけどもね、いつもYouTube の、なんだ BGM を使わせてもらってるんですけれども、まあ、視聴者さんからご紹介をいただきまして、はい、ぜひまあ、プロのね、プロで活躍されているミュージシャンの方の最新アルバムをなんと使わせてもらうという、なんかすごく贅沢なことをさせていただきまして、はい、で、今 BGM で流れてるんですけれどもね、はい、で、私もね、一度ギターといいますかね、コンサートのね、見に行ったことがあるんですけれども、すごくね、真摯にといいますか、楽曲をね、大変、なんて言いますかね、力強いというか、まあ、さすがギター一本で活動されてる方だと思うんですけどもね、はい、こちらのね、ポスターを貼ったり、あ、今ちょっとケーキの流れてきてますけれども、はい、これガネーシャですね。ちょっと大きすぎるかな、絞りましょう。まあ最初あたり、はい、こちらにポスターがございます。はい、カルちゃん本当にありがとう。マネージャーさんから、はい、事務所から直接はね、いただきました。ポスターにサインがついております。はい、あ、エミさん行けます？ちょっとだけアップお願いします。このような最新アルバム、はい、ザップ、はい、このようなね、なんとね、アーティストさんの最新アルバムなんですよ。これは事務所さんからぜひ BGM 使ってくださいということで受けていただきました。はい、で、今回から使わせていただこうと思っております。ありがとうございます。そしてそのまま横にずれていただくと、こちらに、はい、サインが入っております。はい、西川進さんの、あ、はい、よかった、この方です。はい、サイン、はい、よろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。はい、西川進さんのフォースアルバム奇跡のかけらから、はい、本日は BGM として使わせていただきます。お送りしたいと思っております。はい、どのような方かと申しますとですね、サイトがありますのでね、ご紹介したいと思います。よいしょ、結構ね、皆さんも多分ギターとかね、多分 J-POP とかね、アニメとかが好きな方だったらどこかで耳にされてるんじゃないかなと思いますね。はい、それぐらい著名な方の、大変有名な方の、ギターで、バンドとかね、ツアーとか、楽曲に参加されてる方なんですね。はい。なんかね、一番有名なところで椎名林檎さんですかね。はい。前のね、結構ハードなギター、ハードなロックの、ね、彼女のハードなロックを支えているギタリストとして活躍されていたようです。はい、よいしょ、これかな、あと、どれだっけな、でもツアーギタリストさんですね。はい、で、作曲家で西川進さん、ギタリスト、作曲家、音楽プロデューサー、滋賀県近江八幡市出身というところが、ちょっと関西人としては大変親しみが持てるんですけれども、はい、声大きいかな、大丈夫ですかね、ふみさん、いかがですか、声の具合は大丈夫ですか。はい、すいません。はい、BGM ちょっと大きめにしております。はい、でですね、こういう方なんですよ。
はい、プロフィール大きいかな、はい、まあ、ちょっと最初だけ、はい、楽曲の紹介なんでお決めにしておりますが、はい、西川進さん、ギブソンと SG と、赤い真っ白のヘアがトレードマークということで、はい、こういう感じの方でございますが、はい、で、プロフィールなんか見ますと、はい、滋賀県近江八幡市になってますね、はい、感情直結型ギタリストという名称を持ってるそうで、はい、若手ミュージシャンを中心に音楽活動を行う会社スマッシュルームの代表取締役も務めておると売られるということです。はい、で、まあ、感情直結ギタリストなんていう名称はですね、多分なんとなくね感覚でわかるんですけど、すごくね感情豊かな、はい、まあ、泣きのギターだけでもないんですけどね、なんかすごいああって聞き惚れてしまうようなね、聞き惚れると言いますか、なんて言いますかね、まあ、やっぱりすごく個性のあるプレーをされる方だなと思いました。また弾いてる姿もすごくかっこよかったですね。はい、まあ、そういうことは多分たくさんの方のねミュージシャンの信頼を得てるんだと思うんですけれども、はい、椎名林檎さんとあと矢井田瞳さんのバックバンドのギタリストとして、まあ、有名だったそうですね。はい、まあ、サポートミュージシャンとして、数々の、演奏や再編編曲活動もされていると。あとね堂本剛さんですね、はい、多分私の知り合いは堂本剛さんで、彼のことを知ってファンになったんだろうなと思うんですけどもね、はい、ねえサルリちゃん、はい、あと、アンジェラキさんとかね、で最近だと桃色クローバー Z、のものと、あと生き物係さんのプロデュースなんかもされて、なんか賞を取ってるようなことを、はい、でここにも、ね、サイトにも、ね、ずらっと関わったアーティストさんの名前が上がっておりますが、そうですよね。だから多分皆さんも J-POP とか、ね、聞かれてたら、どこかでこのギタープレイを聞いてるんじゃないかなと思います。で、ね、一番もう一つね、有名なところでね、アニメの鈴宮春日の憂鬱っていうんですかね、ちょっと私ビジュアルは知ってるんですけどもね、ちょっと中身はちょっと見てみたいなという気もしてるんですけどもね、で中の劇中歌でゴッドノーズっていう、はい、曲があるんです。あれのギターも担当されていると、はい、ということで私もちょっとたまたま一聴した時に、あ、これは西川さんのギタープレイっぽいなと思ったら本当にそうだったということがありまして、はい、おお、ちょっと感動したもんですけれども、はい、で、その他ね声優さんや、アニソン歌手の音源制作にも関わることが多いため、まあ、アニメ視聴者さん、アニメファンだったら、まあ、やはり聴いてる可能性も高いんじゃないかということで、ぜひぜひ皆さんこの機会に、はい、どうぞよろしくお願いします。私が言うのもなんですけどもね、はい、まあ、お見知りおきようと言いますか、はい、という感じでございます。ちなみに炭山書きましたよ。はい、私もね結構炭書きになりましてからね、結構ロックといいますかギターサウンドをよく聞くようになりましてね、はい、はい、私は何といってもギターというとジミー・ペイジなんですけどね、はい、レッド・ツェッペリの最高なんですけれども、はい、結構長いこと聞いてなかったんですけども、何て言いますかね、ギターってすごく感情表現が豊かなのが、炭と筆の似てるなっていつも思ってるんですよ。はい、不思議なことにね、ギターもね、私ちょっとギターはエレキギターはそんな弾けるわけではないんですけれども、なんかものすごく何て言うんですか、感情表現に適している楽器なのかなと常々思っておりまして、だからプレイを聴いててもね、なんかすごく絵筆に気持ちを込めるがごとく、音にギターのね音色の音、気持ちを感情を込められるみたいなね、そういうところをなんかね共通点を見出しましてね、私もなんかすごいねギターに憧れ、ギターサウンドを一生懸命聴いてますね今、はい、でこんな風な表現が自分もね炭と筆にできたらいいなぁなんて思いながらやるんですけれどもね、はい、
これは西川さんの、はい、サルちゃん、ちょっと墨絵でね、表現してみました。一度ね、コンサートを見に行きましたんでね、あの時の雰囲気とね、思い出しながら、結構なんていうか、こうサウンドが結構激しくてビリビリくる感じだったんで、はい、切り裂くような音色といいますかね、あの激しさみたいなのをちょっと表現したいなと思いましてね、はい、でやっぱね、絵っていうのはね、写真と違いましてね、まあ、写真は写真でね、もちろん表現、いろんな表現の仕方ができるんですけれどもね、それこそギターと同じね、エフェクトとかを使いましてね、なんかいろんな重い現実をなんかいろんな風に演出して見せることができるんですけども、はい、絵というのは自分で一から描きますんでね、なんかやっぱりこう込めれる感情の度合いがすごく大きいと言いますかね、なんかそんな風に思いながらやっております。はい、ということなんです。はい、どうですか、されてごめんなさい、されてますけどね、はい、今日はこういう BGM、 ちょっとしばらくギターサウンドでお送りしたいなと思っておりますけれども、はい、はい、というところで、一旦ちょっと、ね、メッセージ見てみましょうかね。はい、ありがとうございます、皆さん。はい、いつものね、通り、チャットでの、ユーストリームの皆さんね、チャットでの投稿をよろしくお願いします。また、D なら、シャープ、Twitter ですから、チャート D なら、はい、こちらもチェックしております。そして、ね、ニコニコ生放送の皆さんもぜひよろしくお願いします。あ、もう今日は EQ でたくさん来ていただいております。はい、ありがとうございます。今日はちょっと話がまたたくさんなりそうなので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。あ、今日のね、メニューを紹介したいと思います。はい、今日は、天神祭、大阪天神祭、天神さんと言ってね、地元では言うんですけれども、お祭りのお話をしたいと思っておりまして、前回祇園祭、祭りシャープ1ということで、祇園祭りのお話をしましたけれども、今日は、同じく日本三大祭りと言われています、まあ、大阪のね、一大イベント、天神さん、こちらのお話を、隅を交えてしたいかなと思っております。そして、同じくね、祇園祭りの、ね、後祭りの方もね、少し、補足としてしたいなと思っております。後祭りね、祇園祭りは今年は2回ありました。というわけで前半は、祇園祭りと、天神さんの、日本の夏祭りのお話です。はい、そして、後半は和食のお話、シャープ4ということで、またゲストさんをお呼びして賑やかに、おつらの話をしていきたいと思います。あ、なんかノリがいいな今日はいや、なんか踊ってはったんでね、いやいや、はい、今日はね、お蕎麦の話なんで、皆さんの、お蕎麦ネタ、お蕎麦トーク、こんな蕎麦美味しいよっていう話もどんどん絡んできてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、星の話に月の船、聖子のカルチャーお話です。毎週月曜日8時から全集合でやっております。よろしくお願いします。はい、私の聖子は、琴で活躍する、活動するですね、墨絵作家です。墨を使ったアート表現で日本の古き良きことから新しきことを生み出していきます。その場の雰囲気を取り込むには即興の墨絵ライブペインティングを各地で展開しています。既成の枠にとらわれない創作活動を目指しております。じゃん、ちゅうことで早速ですが天神祭りのお話いきたいと思います。はい、皆さんついてきてますか？よいしょ。はい、天神祭ね、実はちらっと行ってきました。私ね、実は関西で、実は大阪生まれなんですが、はい、まあ、髪型ですね、ほんまに大阪と京都にそれぞれいたんで、はい、で大阪なんかはほんまに生まれ育った場所にも関わらず天神祭をちゃんと行ったことがなかったということで、今回ようやくがっつり行ってきました。はい、実はね、祇園祭りの方がよく知ってたんですけれどもね、はい、ね、大阪のお祭り、とにかくね、人が多いんですよ。規模がでかいんでね。で、規模が、とにかく人が多いんで、なかなか普通に行く気がしなかったようにもあるんですが、行ってみたらね、思った以上に
やっぱ伝統の大阪の伝統の祭りやなあいう感じがしましたね。はいはい、アサルちゃん BGM もノリノリと、顔薄い、ほんと薄い薄い、うんうん、あ、さっきのあれですかね、西川さん、そう、あの結構ね鋭いギタープレイしてるときに結構鋭い、普段はねなんか優しい感じの人ですけど鋭い感じの人だったんでそういう風にしてみました。はい、ごめんなさいね、話の途中でなかなかあのコメントを呼ぶタイミングはまだはい分かっておりませんで、はい、ということで天神祭の話をしたいと思います。心配ご無用はい、まあうざっといきますね、今日ははい、ですね、で皆さん天神祭りで聞いたことありますかねっていうところから行くのもあれですけど、まあ、前回のね、放送を見いただいている方は、まあ、大都市大阪を代表する天神祭り、それから京都を代表する祇園祭り、それからね、まあ、あと江戸ですね、東京を代表する神田のお祭りさん、お祭り、もしくは、九州やなど博多などのね、大きいお祭りなども含めて、日本三大祭りというというぐらいなんで、まあ、規模の大きいお祭りでございます。はい。で、天神さんっていうのは、天神祭りを言いますのは、いわゆる天神さん、天神社ですね。これ全国各地になりますね。はい。あれです。そう。ちょっと BGM 入れましょうか。あ、大丈夫です。はい。天神さんってね、結構、ちょいと失礼。天神さんってね、結構、あれでしょ？日本各地にありますけども、はい。面白いことに、面白いことにか、菅原道真、ね、こう、祭る、ね、神社さんですね。まあ、菅原道真さんというと、実は結構、まあ、悲運な運命をたどって、たたり神になったやらっていうような伝説もあるんですけど、まあ、その、学業の神様なんかもありまして、よく受験の時には、はい、皆さんも、なんとか通してください、合格させてくださいって、お詫びに行ったことがあるんじゃないでしょうかね。はい。でもこんなもんかな。よいしょ。はい。あそこですわ。はい。で、その天神さんの、お祭りなんです。大阪の天神さん、またことの方が規模がでかいということで。はい。あと大丈夫一応確認をしておきます。また、音うるさいでいいと、またお願いしますね。はい。よいしょ。あ、ちょっとお祭りの雰囲気で入れております。はいはいはい。でね、はい、でね、大阪の天満宮あるんですけどね。で、大体菅原道真さんの命日にちなんだ縁日というのが大体25日前後に行われる。で、特に夏にやるものが、大規模だということで。はい。で、大阪の天満宮を中心として、まあ、京都でしたら北の天満宮もありますけれどもね、大阪の天満宮です。はい。で、天神祭は大変有名であると。で、ちなみに大阪の三大祭りもあります。大阪の三大祭りは、まあ、初っ端が、生玉さんですね。生玉さんの夏祭り。それから、天神さん。それから、住吉大社さんで、7月の終わりかな。で、その3つポンポンポンということで、はい。まあ、どれもこれも、なかなか一切ない感じのお祭りでございますけれども、はい。ちょっと私もちょっと、久々に関西風で行ってみておりますけれどもね、はい。で、何が有名か言いますとね、天神祭言いますと、やっぱ、船ですね、水と大阪言いまして、川が結構ね、川に船を浮かべてね、大阪市内をどんどこ走るんですけどね、あれがまあ有名ですけども、はい、ああいう、おみこしをね船に乗せて、まあ祭り歩くというで船渡御という行事があります。でその前に、住吉さんからね、まあ、お祭りは基本は神様ですね、お祭りしている神様を、まあ、神社から一遍お旅所というところに引っ張り出してきまして、というかまあ起こし願いまして。で、みんなでもてなそうやないかという、そういうのがお祭りの基本なんですね。だから、おみこし言ったら、あん中に神様が乗ってるんですね。まあ、まあ、お客さんと言いますか、おみこしに、ちょっと乗っていただいて、
で天満宮から降りてきてもらいまして、でおみこしで担いで町を練り回して、まあ、みんなで楽しませようというのが基本、お祭りの基本でございます、はい、ということで天満宮からだいたいお昼ぐらいにね、大勢の、なんて言いますかね、パレードが出るんですね。おお、これ天神橋、今日は写真があるんでしたね、はい、で大阪のね、これ天神橋筋商店街でして、まあ、いわゆる大阪天満宮の、門前にあります、商店街ですね、まあ、門前町にありますけれどもね、まあ、あれはだいぶ発達しまして、もう有名な 天禄見てね、天号天山やっぱ忘れました天神橋商店街、ね、こんな感じでね、なぜか中国の、英雄なんかもここに人形乗ってますけど、あと文楽ですね、文楽人形なんかが、必ず出てきます。あとね、おまかい人形にして、付き物、お祭りの付き物の人形が出てきます。まあ、こういったオブジェが常に、この商店街の方に飾られております。はい、でこれが大阪の天満宮さんですね。はい、左甚五郎さんが彫った、なんかがあったような気がします。すみません、確かあったと思います。はい、で結構ちょっとかなり大きい、由緒のある大阪では、まあね、さっき言いましたように生玉さん、天神さんで住吉さんがね、3つの三大神社みたいな感じでございますのでね、まあ、大変立派なところでございますが、ここに夏の暑い日からもう神輿が集まりまして、わんさかわんさかお昼からやっておりました。こんな感じでございます。獅子舞も出ます、神輿も出ます、で踊り子も出ますということで、はい、なんかね、祇園祭りと比べたらめちゃくちゃお祭りらしいお祭りでございました。はい、こうなんて言うんですかね、私実は京都の方が初めだったもんですからね、最初に見た大きな祭りは祇園さんやったわけです。そうするとああいう静かなお祭りいうのが当たり前やと思ってたりしてたもんですが、その後に、岸和田のだんじりとか見た時に、なんじゃこりゃっていう衝撃を受けたというようなことがありまして、まあ普通は出しはあんなゆっくりは動かないんですね。だいたい猛スピードで神輿同士は駆け足でね、神輿がガーッてバーンぶつかるみたいなね、まあそれぐらいが普通なんですね、きっとね。はい、そういうのはまあ後で知ったということなんです。まあ、天神祭もやっぱすごい勢いのある大阪らしい活気のあるお祭りでございました。はい。神輿はね、あとこういう踊り子さんがね、やっぱみんなめかし込んでね、こういう和やかな音楽に乗りまして、で花笠が花笠いんですかね、なんていうかわからないですけれども、まあおなご、何輪の花姫かな。なんか、いかにも大阪っぽい名称がついてたんですけどもね、まあまあ、こういう、華やかな、それみたいな、ね、踊りもあり、で男の勇壮な獅子舞もあり、はい、そして、こういうハードな、まあ、ハードと言いますかね、なんで神輿がね、立派なお神輿が出ておりまして、これをみんなでガー引っ張っておりましたね。で、大阪の街中を走っておりましたけれども。はい。で、大阪の街っていうのが、結構もう、ね、街市内は当然ビルなんでね、都市化が進んでおりますので、昔はやっぱり、風情な、こういうね、木造の神輿が見ようような風情だっただと思うんですけれどもね、もう完全に今や、ビル街なんで、そこの中をこの神輿が、昔ながら神輿が突っ走ってるような雰囲気がなかなか面白かったです。はい、多分格好、姿形やってることはね、長い歴史がありますんで、そのまんまだと思いますけれども、はい、こういう感じでね、これ大阪の市長ですわ。大阪市長かな、確か府やったかな、中之島のね、昔のちょっとレトロな感じの建物が市役所かなになってるんですけれども、まあそこの前にこう来まして、どんだか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 言うと踊ってはりました。はい。ちょっと不思議な雰囲気ですけどね。こんなところでやってるんですね。はい。まあ、でも、やっぱね、大阪の心意気みたいな感じますね。大阪締めいうのがあるんですよ。大阪締めって皆さん知ってました？私もね、名前だけは聞いたことあるんです。現物を初めて見たんですけどもね。はい。まあ、なんとか拍子、1拍子、2拍子、3拍子みたいな大阪締めがあるんですね。まあ、また後でご説明したいと思いますけれども。
はい、ちょっとうちの番組らしく、歴史の方を紹介したいなと思いますけれども、はい、おお、向き戻しすぎた大体ですね、天神祭りは猿ちゃん、はい、祭りの音だけ微妙、そう、ちょっとちっちゃくしようか、まあまあ、お囃子やからね、あの面白いかなと思ってかけておりますけれども、はいはい、いや結構これはね、まあ、お祭り館の行列の音でございました。さて、はい、天神祭と言いますと、僕も大体あの大阪なんで、また秀吉さんが絡んできたりするんですが、まあ、大阪と言いますとね、商人の町だったんで、はい、まあ、大阪の町衆が始めたと、で祇園祭は京都の町衆が始めたということで、はい、でまあ、大阪は大阪らしいね、大阪の商人のお祭りなんですね、はい、なんだなんだ、はい、まあ、先ほど言いましたけど、ああいう、おみこしを出て、それを船で行き交うと、で船渡御と言われる行事があるんですけれども、で大体あの船と船が行き合うときは大阪締めでご挨拶みたいなね、はい、お祭りも何かの節目の大阪締めでご挨拶みたいなことがあり、で、まあ、夜になったらね、船が、フェリーが出まして、そこで、川がもうネオンで、まあ、昔はね灯籠だったのかもしれないですけどね、今はネオンでキラキラ輝いておりまして、で最後に花火がボボボボンと奉納花火が上がって派手に終わるというような感じでございます。はい、でね、昭和、ギャルみこしにもあるんですね、はい、ギャルみこしの多分走りなんちゃうかなというようなお話を聞いたことがあるんですけれども、これは天神橋辻商店街さんがなんか始めましたね、まあ、普通ねおみこし言ったら、まあ、基本男の世界ですね、はい、でそこで、まあ、あえて女の子女性ばっかりで、まあ、みこしを担ぐみたいなことあるんですね、はい、そんなこともやってるようです。ただし、まあ、本祭ではない、ところで、まあ、2日前とか3日前になるのかな、はい、ちょっとね、また後で写真出しますけれども、お迎え人形みたいなのがありまして、で、このお店、まあ、そうなのね、さあ後で行きましょうか、はい、そうそうそう、サルルちゃん動画ないのかと、はい、動画あります、動画出します、はい、見てもらいましょうね、動画ね、その方が早いですかね、はい、ちょっとお待ちくださいね、よいしょ、ああ大丈夫です、はい、結構ね、動画ありますよ、ちょっとねざぐっと今言ったような内容を一通り見てもらえたらなと思いますけれども、よいしょ、ボーンと花火でね決められますね、はい、
もう一回行きましょうね。説明を入れる間もなく終わっちゃいましたね。ちょっとお待ちくださいね。しかも BGM が2つかかってるという。まあめちゃくちゃ暑かったですね、本当に。まあまあ雨を降るよりよっぽどマシですけど、まあそれにしても暑かった。はい、これかな。はい、なんかね、人出ではやっぱ関西でも屈指の人出になるみたいですけどもね。これは大鳥居ですね、天神さんの。でそこからこういう感じで踊り子さんが行列がね、いろんな行列が出ていくんですけれども、先ほどのね、市役所前かな。これが大阪ジムです。そんな感じでございまして、まあまあまあ、大したもんでしたね。はい。で、もうちょっと写真ありますね。よいしょ。それでですね、あと、もうちょっと写真をお出ししましょう。何かな？はい、天神祭は、まあ、こんな感じで。はい、これは、まあ、いろいろ資料を取ってきたやつを見た後で書いたんですけどもね。はい。まあ、やっぱり、町の人たちがみんなでごそってやってるんで、まあ、ちっちゃい子から、ね、お子さんからお年寄り、まで、たくさんの人が作ってるお祭りでしたね。こういうのいいですね。はい。街が一体になりますかね。はい。大体こうっていうんですかね。まあ、どこでもありますけれども、その、お祭りを担当する、なんていうの、グループみたいなのがありましてね。はい。で、それが、まあ、昔からずっと続いてるそうです。はい。で、長い長い歴史がありましてね。で、やっぱり、何年だかな、調べてみると、なんかそれぞれね、時代時代で何度も中止になったことはあるけど、その度に復活しているそうですね。はい。まあ、秀吉さんもなんかいろいろ力になったというような話がありました。はい。これがね、なんかお迎え人形でなんかいっぱいいろんなタイプのがあるんですけどもね、なんとなく文楽の人形に近いような雰囲気もありますけれどもね。はい。で、なぜか、変なというか、なんか伝わる話では、このお迎え人形に恋した娘の話があるみたいな、文政江戸時代にね、なんかそんな言い伝えもなんかちょろっと聞いたことがありますけれども、はい、昔の人間でもそういうことするんだなとちょっと面白かったですね。はい、これが何ですか、その末の子がね、の人たちが、まあ、グループの人たちがね、ここの船に招待されて、でこれが大阪の淀川、まあ、大川言うんですけどね、まあ、淀川の支流なのかな、まあ、ここにこう船出をしていって、まあ、この中で飲んだり食うたりして、花火を見物するみたいな、こんな感じですね。はい。あと、一般、我々みたいな一般の人はね、こういう橋の上に立ちまして、これは昔の、
昔も今も変わらない風景なんだろうなと思いますけどね、まあ、今は鉄筋で昔は木造で情緒あったんだろうなという気がしますけれども、はい、背景には、ね、もう高層ビルがこんな風に、ね、立ち並んでますけれどもね、はい、まあ、天神祭はこんなお話でございました。はいはい。そして、さて後半の祇園祭のお話もしていきたいなと思います。ああ、大丈夫。はい、サルちゃん、後ろは図書館。そうやね、図書館ね、中之島図書館ね。はい、そうです。そして、祇園祭の話もちょっとだけね、追加でしたいなと思います。前回ご紹介した時はね、宵山の、まあ、本祭のお話をいたしましたけれども、まあ、この時の、お写真もあります。はい、ちょっとその前にはい、あと16分ですね、15分ですね。はい、ですね、あ、その前にちょっとあれですね、もう和食の話ができなくなるので延長しておきますね。はい、これかな、延長30分、延長、はい、あと45分です。はい、でこれであと15分ぐらいで終わればなと思いますが、はい、でね、祇園祭、ちょっとガラッと話変わり、ガラッとではないかな、今度は京都です。京都の祇園祭のお話ですが、今年は2回あったんですね。2回と言いますか、そのお祭り自体はね、1ヶ月間やるんですよ。で、実はそれは天神さんもそうなんですけれども、まあ、7月中、ありましてやってると。で、まあ、どうしてもクライマックスだけはねちょっと見に行きたくなるんでクライマックスに行きますが、地元にしてみたら、1ヶ月間お祭りやってるということで、祇園祭りの方も同じく7月から、ね、時期が同じということはやっぱりなんか祇園祭りに対抗したんちゃうかなみたいな、大阪の人はね、はい、そんな気もするんですけどもね。祇園祭りはですね、今年ね、7月の大体中旬にね、毎年宵山と順、この鉾がね巡行する日があるんです。それが今年からまた2回になったという、まあ、それが復活したということで、はい。で、まあ、大体、京都の市内行くと、ここもやっぱり市内になりますとね、ビルビルビルなんですけど、そこにこんな感じで昔ながらの景色の、昔ながらの、ほんまに1100年の歴史がありますね。それをずっと伝えられてきた、こういった櫓といいますか、というのが立つんですね、やはり。はい。もうこれは町の人が大事に大事に伝えてきたものですね。はい。ですからね、もう豪華です。はい。で、これがね、動く美術館なんていうふうに呼ばれてるわけですが、それがなぜ動く美術館なのかっていう話をちょっとね、詳しく聞いてきました。はい。これ月誇りまして、大津吉だけに月は月だいいなとか思って、はい。見てたんですけどもね。はい。月でございます。いやー、ここに乗りたかったですけどもね。はい。で、こういったね、飾りが大変豪華で、で、すごく珍しいものがいっぱいあると。あ、これね、カマキリ。よう見てください。上にカマキリいるんですよ。で、これはなんか、そういうカラクリが施されてあってね、実際このカマキリが本番だと動くそうですわ。はい。で、提灯もこんなカマキリのデザインで、とても江戸時代にね、考えられたデザインと思えない、なかなか、ユニークな、今っぽい、デザインですけれどもね、やっぱ江戸の、京都の人はモダンだったんですね、感覚がね。はい、これカマキリでございますね。はい。で、このね、祇園祭の鉾と言いますとね、ほんまにびっくりなんですけれども、大変なんていうんですか、異国情緒満点なんですよ。で、今日、日本の伝統的なものだと思っているのに、なぜかこういう絨毯が、もう海外のオリエンタルな匂いのする絨毯がいっぱいあるんですけれどもね、これがなぜかなっていうお話なんですが、はい、こういう感じで、あと、まあ、この絨毯っていうのが、これちょうど、宵山をやってた頃にテレビでね、まあ、NHK さんで
やってたやつをそのままお話ししますけれども、まあ、祇園祭の特集であの栗山千明さんが、はい、美の旅人の、栗山千明さんが京都に生放送してたんですけどね、中継してはりまして、でその時にお話を聞いたんですけどもね、でこれらの祇園祭りの鉾を飾る、タペストリーっていうのは、実はどこから来たのか、なぜあるのかっていうのがほとんどわからないという謎に包まれてるんだそうですね。これまた不思議な話で、だからどこ、いつどこからここに来て飾られているのかっていうのが全くわからないという、はい、そんな不思議な話なんですが、はい、でこの登竜門となってますね、かっこいいですねこの書ね、はい、これは恋山ですね。でこれは左甚五郎という名工が作ったという伝えられている、書いてますね、恋の彫り物が、ご神祭といいますか、まあ、を積んだ山なんですけども、まあ、こちらの伝わってるね、ペルシャ絨毯というのが、それの謎を解こうという話だったんで、まあ、もうかいつまんで説明しますと、なぜここに、なぜ京都に、ペルシャの絨毯があるかなんですが、ちょっと喉がイガイガになってきたので少しお待ちください。タイム、さあちゃん、はい、カマキリついてますよ。これ動くんですって、はい、でね、これらの絨毯、まあ、やっぱりどこから来たのかわからないと。で特に、だからそれを調べる人たち、ね、興味を持って調べた人たちがいるんですけども、全国世界的にもこの絨毯は見かけないみたいなようなのもあるんで、そう、番組で言ってたんですけどね、海外だったら、その、まあ、大体こういった絨毯っていうのは中東ですね、アラブ諸国とか、ね、ペルシャとか、まあ、まあ、中東が原産というものなんですけども、あれがまあ、ヨーロッパで大変流行しっていうことが、中世あったそうです。はい、そういうことで、まあ、ヨーロッパで、大変もてはやされた時期があるんだそうですね。はい。ね、タペストリーね。はい。で、これらはもう、海外だとね、あんまり残ってないそうですね。その、みんな使っちゃうんでね。で、だから昔のその、過去の、そういう、なんていうんですかね、アンティークのタペストリーとか、絨毯とかになりますと、やっぱもう美術館とかで大事に保管されてるようなものしかないというところで、京都の祇園祭りにはその大変珍しいタペストリーがいっぱい残ってるということで、なんかそういう意味で動く美術館ということらしいんです。はい。で、タペストリーはどこで作られたかといいますと、そうそう、恋山のこのタペストリーをお話だったんですけれども、まあ、推理するしかないそうですね。もう、わからないので。で、推理によりますと、まあ、これらはベルギーの王様が作ったものだろうと。作らせたものだろうと。で、美術品で神話を描いた連作のタペストリー、5枚綴りだったはずだということです。はい。で、向こうはね、美術館で、すごい巨大なんですよ、タペストリーって言いまして。我々が知ったタペストリーなんて、もう本当に、巨大な一級品の美術品ですよね。やっぱ、海外の文化ってすごいですよね。やっぱり、ヨーロッパでね。はい。で、そのタペストリーを、おそらく、徳川幕府が、何らかの事情で、まあ、王侯から譲っていただいたと。はい、江戸時代。多分、徳川幕府だろうと。まあ、江戸時代はね、オランダと取引がありましたので、まあ、そのあたりで、まあ、ヨーロッパにいた長谷倉長常さんかな、のあたりが持って帰ってきたんじゃないか説とか、なんかいろいろ言うとありましたけれども、で、徳川幕府に下された五枚刷りのタペストリーが、おそらく江戸時代中期に京都商人に下ると、下ったのではないかと、賜ったのではないかということです。はい。で、まあ、そこにはいろいろ経緯がありましてね、まあ、江戸時代も中期になりますと大変、経済的な事情で江戸幕府も苦しくなってまいり、で、商人がね、大変力を持っていたということです。
まあ、そういった関係で、まあ、まあ、徳川幕府の、まあ、家宝だったものが、まあ、京都商人に下されたんじゃないかということらしいです。で、このベルギーさんの5つの、タペストリーはどこにあるかと言いますと、それぞれなんか行方が分かっているそうで、まあ、徳川家のお大寺、お寺に1枚あったのが消失している。で、あとの何枚かは、2枚は、祇園祭りの矛として使われていると。それで分割されて使われていたと。はい。で、その、小井山のなんか片割れの兄弟みたいなものは、この番組で紹介しました、近江長浜の、引き山にも使われているそうですね。はい。大変ね、当然のことながら、このタペストリーは、もうなかなか普通の金額で買えるようなものではないレベルの、ものですね。大変高価なものなんですが、それが、まあ、京都の商人がなぜ買えたかと言いますと、実はその、祇園祭りをされている、あの、一帯ですね、この、この祠を、祠ちゃう、この、山を持ってるね、町内には、豪商がいたと。で、例えば三井、今の三井財閥の元になった、商家と、あと松坂屋の祖先の商家が、まあ、軒を連ねていたそうです。ちょうどこの小山のところは。すごいですよね。なるほどという感じで。はい。まあ、三井さんと松坂屋さんが、まあ、もともとこの小山のところにいらっしゃったということで、まあ、もらう受けて、で、まあ、京都の、そういったお祭りに、まあ、寄付したといいますか、使ってもらったというようなことらしいです。はい。で、当時は、今でいうところの、まあ、企業がそういった地域に貢献するみたいなね、企業メッセージのような感じで、出したんじゃないかな、みたいなことでございました。はい。ざざっと言いますと、こんなお話でございます。はい。で、このね、祇園祭りの風景は、織田信長も見ていただろうし、まあ、秀吉さんも見ていただろうし、で、江戸の時代の人たちも見ていたと。はい。まあ、それぞれの時代でね、流行があって、まあ、そういったものも、少しずつ変わりながら、千年、今に受け継がれているんだそうですよ。はい。で、後祭りの巡行が、とともにね、最後に、もう一つね、花祭りじゃないや、なんだっけな、花行列だったかな、結構、こういった方々が出てきはるんですね、祇園の、加害の方々が、はい。これちょっと見たかったんですけどね、私ちょっと行けなかったもんですから、まあ、ちょっとイラストで登場しておりますけど、なかなか優雅でしょ。こういう詐欺の舞、白い詐欺が出てきて、詐欺の舞とかをされるそうです。で、舞妓さんがね、しゃなりしゃなりと、行列をされるのかな、花笠行列やったかな。はい。こんなんもやってるそうです。はい。またね、来年行けたら行きたいなと思っております。祇園祭りでございます。しかし、大阪のお祭りだいぶちゃいますよね、雰囲気がね。はい。どうもありがとうございました。というところで、ちょうど30分ですかね。はい、はい。あと3分ですかね。はい。もうちょっとだけお話ししましょうか。はい。まあ、お祭りはね、また、まだ大丈夫です。はい。そうですね。お祭りはあれなんで、またね、8月もあるんで、まだこのお祭りモードでやっていけるかどうか分かりませんけれども、はい。まあ、夏の間は元気をつきたいなと思います。はい。もう一つね、ちょっとあと3分ぐらいあるので、お話、ネタが2個用意してたんですけどね、ワールドカップのね、この番組で何回か取り上げておりましたけれども、終わった後にね、また総集編みたいなのを見て改めて見まして、はい、やっぱ熱いね、真剣勝負にかける男たちのね、戦いというのは、はい、まあ、やっぱカエスガエスのブラジルがショッキングな、でしたけれども、まあ、ね、敗戦を乗り越えてまた一歩強く、みんな成長していくんだな、と思いながらですね。はい。でね、まあ、それいろいろあった中で、まあ、なんだ、まあ、ワールドカップのね、いろいろあった中のお話で、まあ、一つね、興味深かったのが、
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表っていうお話なんですけども、日本でもね、有名な、オシムさん。ね、もうちょっとね、だいぶ復活されたようですけれども、はい。あの、オシムさんの故郷ですね、らしいです。で、今年は 初出場されたそうで、ワールドカップサッカーに。はい。で、ボスニア・ヘルツェゴビナっていう国が最近でき、最近というかね、あの、しばらく、できてしばらくしたんですけど、もともとユーゴスラビアという国がありまして、で、あちらがまあ大変内戦で、あの、大変なところで、民族紛争の多い地域なんですけれども、で、旧ユーゴスラビアというのは分裂しまして、独立した地域が、国が3つありまして、クロアチア、セルビア、スロベニアと、はい、分かれまして、まあ、それぞれ、あの、ワールドカップに出てるんですけれども、はい、あの、出てるらしいですけど、ボスニア・ヘルツェゴビナだけは、無理だろうというのが出せないみたいなね、あの、国があまりにもまとまってないので、という話なんですが、そのオシムさんがね、そこで、えら頑張ったらしいです。で、なんていうんですかね、まあ、民族統一という夢を掲げまして、まあ、ボスニアって国はなんか、3つの、民族が共存してまして、まあ、それぞれの代表が、ローテーションで、なかなか一つにまとまるのは難しいような状況で、まあ、国としてやっていくために、そのためになんかサッカーというのが必要だという、なんか彼は熱い信念を持ってるそうで、はい。ですね、やっぱ、サッカーってやっぱそういう、ね、なんていうんですか、そういう面もあるんですよね。ただのスポーツだけじゃなくて、まあ、本当に初出場でね。で、まあ結局、当然のことながら勝てなかったんですけれど、一勝だけしたんかな。初出場で、まあ、一勝だけはして、まあ、すぐに敗退したんですが、それでもやっぱり、ものすごい盛り上がりでね。はい。国の中では大変大きな、なんか、出来事といいますか、まあ、みんながね、心を一つにするための、まあ、そんな意味合いもあったということで、はい。ですね、まあ、カルチャー、そして、カルチャーってそういうもんかなというような気がすごくしましたので、ちょっとこの話を取り上げてみました。はい。あと、あれですね、ブラジルなんかもね、開催中は、反対運動なんかが、サッカーなんかいらないみたいな、人たちもおりまして、言ってますのはね、大変な貧困が、はい。まあ、国が大変苦しいというような経済的に、まあ、そんな中で、まあ、サッカーはでもある意味希望の星でもあるんですね、ブラジルの人たちにとっては。はい。で、サッカー選手で成功することが、言ってみたら、まあ、貧困から抜け出せる唯一の手段みたいなね、そんな話もありますから、まあ、一言でサッカーといっても、まあ、いろんな国によって、まあ、いろんな面があるんだなと、ちょっといろいろと思った次第でございます。はい。まあ、そんな話で。あ、はい、30分切りましたので、ちょっと、一旦これでお話を切りまして、後半に行きたいと思いますが、その前にちょっと、入れ替えをいたしますので、暗転いたします。チャンネルはこのままで。
はい。後半部分、後半出発。はい。マイクはね、こちらで。はいはい。はい、どうもー。どうも。はい。はい、ちょっとボリュームを調整、調整。ね、ね。はい、カタカタユニークでーす。はい、よろしくお願いしまーす。よろしくお願いします。はい、心配。ゴムよ。で、サルさん見てるんですかね。サルちゃん、はい、コーナー変わりましたよ、後半です。はい、はい。はい。見てます?後半は?ねえ、海の向こうから。海の向こうから。海の向こうから。はい。ね。どうぞ、自己紹介を。どうぞ。軽く自己紹介を。軽く自己紹介。はい。はい、私、23時から24時、月曜日のね、23時、24時、はい、やってます。ことことビーツの MC をやっております、ことことイネイ君です。ぶっ飛びー何すかそれ新ネタ新ネタ。新しいの出たんです、ね。ここで使ってしまった。ああ、とっておきやったのにね。ちょっと私に対抗して新しいネタをですね、はい、やっていただいたんですよね。はい。はい。で、はい。びっくりしたって。ん?あ、サルちゃん?びっくりした。でかかった。さっきのがね。はい。うん。うん。いや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 。はい。今日も先週を進めましょう。先週ね、ちょっとできなかった、はい、お蕎麦の話をしたいと思ってますんで、ぜひ皆さん。そうはね。はい。お蕎麦のネタなんかね、あればどんどん教えてください。はいはいはい、その前に、先ほど流しました、さくらさくらと言いまして、ね、たまに、こういった、書の中継、はい、ライブペインティングの中継なんかも番組でやってるんでして、うん、はい、これはちょっと前に、春ぐらいにやりましたね、うん、桜をテーマにした映像でした、うん。はい、先ほどその編集したものを流しておりました。よろしければ、はい、またムービーの方、ね、アーカイブありますので、ぜひご覧ください。はい。で、今日は、蕎麦です。みんな大好き。蕎麦です。はい、みんな大好き。みんなかな?私も大好き。私も大好き。大好きですね。蕎麦は日本人大好きです。大好きですね。はい。日本蕎麦。日本蕎麦です。はい、日本大好きでって言ってもらった。はい。で、蕎麦。はい。ちょっと蕎麦のお話をドドドっていきますけれども、はい、蕎麦の魅力って何でしょう?蕎麦の魅力。はい。でも夏まで食べたくなりますね。特にね、ざるそばですね。はい。まあ、なんかでも、うん、なんて言ったらいいのか、でもあの食感が結構たまらないですよね。食感やね。食感と香りが結構、うん、ね、やっぱりそば粉のね。ねえ、あとちょっと粘ったね。そうですね。粘っこいじゃないかな。うん、まあ、歯ごたえとかね。うん、だから日本食って感じですね。ねえ、そうですそうです。はい。サバはですね、はい。はい、どんなものかと言いますと、まあ、改めて定義言って、まあ、改めてどんなものか言いますとね、まあ、穀物のそばの実を原料として加工した日本の麺と、で、はい、日本の麺、あえて日本そばというと、日本そばね、というのは中国のいわゆる中華そばがありますからね、で、中華そばは小麦で作ってますんで、はいはい、まあ、それと区別する意味で日本そばということがあるということで、はい、で、まあ、お寿司、天ぷらと並ぶ代表的な日本料理でございます。大丈夫?大丈夫?何遊んでるんですか?いきなり人の番組に来て。何遊んでるんですか?本当に。いやいやいや。はい、申し訳ないです。はい。画面オフにしててよかったですね。はい。いやいや、ちょっと画面オフにしててよかったね、本当に。あ、BGM が入ってない。BGM。蚊がおる。そう、なんか、放送局に蚊がいるってすごいで、今日もね、噛まれたやん。ちょっと、雑談なるんですけど、はい、今日もなんかね、あれだ、なんだっけな、10チャンネルだったっけな、はい、番組ね、元村弁護士いるじゃないですか、なんだい元村弁護士って、テレビで出る人知りません?あんまり知らない。テレビ、なかなか見れないもん。あ、そうです。はい、弁護士、まあ、で、はい、いろいろ法律をね、はい、説明されてるものがあるんですけど、はい、放送スタジオなのに、はい、紙のここのとこに、はい、ハエが止まってる。見たんですか?見たんですか?みんなにね、コメンテーターとかみんなに、はい、ハエ止まってるとか言われて。やばいですね、ハエ止まってる、ね。なんでスタジオにハエがおんねんみたいな。何置いてんねんみたいな。ここは何でも言いますけどね。BGM、ね、こんなもんかな。はい。ではですね、でね、そば。はい。僕はもう歯応え。はい。はい。はい、うどんより蕎麦派なんです。はい。ああ。立ち食い蕎麦行って、うん。
うどんかそば、まあ大体そばですね、はい、あうどんはうどんでもちろん好きなんですけども、やっぱそばに、そばが普通に軍配が上がります、はい、そうですね、うどんも嫌いじゃないけど、うん、嫌いじゃないけど、ね、なんか表示もね、はい、嫌いじゃないけど、僕は大阪弁で今日行きますけどね、はい、うん、ね、はい、まあ、日本の代表的な食べ物です、うん、はい、というのはまあ、蕎麦自体はね、まあ、うん、蕎麦粉で作られてる料理なんで ね、 蕎麦粉ね、はい、であとつゆね、つゆが大事でございます、つゆね、蕎麦つゆ、うん、蕎麦つゆでも、ね、かつおだし醤油みたいなね、でもね、はい、一口目ね何もつけずに蕎麦食べるのが結構好き、うん、ああ、はいはいはい、うん、まあね、あんまり、まあ、つゆにもよりますけどね、 あと20分だから、うんうん、つゆにもよりますけどね、はい、うん、やっぱもう美味し蕎麦が美味しかったら食感、うん、それだけで十分ですもんね、うん、はい、うん、はい、でこの、ね、はい、で蕎麦の、うん、作り方、はい、蕎麦粉を、はい、ん、蕎麦粉を打つ、蕎麦粉を打つ、蕎麦粉を打つ、まあ蕎麦粉ね、つなぎを混ぜるんですね、はい、まあ混ぜないものもありますけどね、混ぜないとね、うん、いわゆる木そばとか、木そばじゃないか、十割そばとかなのかな、うん、はい、まあ普通は二八そばでなんか、うん、まあパーセントも決まってるみたいですけどね、はい、まあ小麦粉、つなぎ、小麦粉、はい、小麦粉を混ぜて、はい、で水で茹でると、うん、水で茹でて、うん、出来上がり、ものすごくシンプルですね、うん、はい、で茹で上がったお湯はそば湯になります、はい、あれがまた美味しい ね、はい、あれでつゆを薄めてやつ飲むんです、ね、そう、まああれもね好み人それぞれみたいですけど、ね、はい、もうそのまま飲むのも僕は結構そのまま飲んでからちょっとずつ味を割っていく感じかな、うん、私はそば茶が好きですね。あ、そば茶ね。ああ、ありましたね、そば茶。はい。そば自体はすごくシンプルなんですよ。そば、はい、そばを食べるってなると、もう種類が少なくて、限られて、はい、もう盛りそばですね。いわゆるざるそばですね、はいはい。このイラストのように、このざるの上にそばが盛られてるような。はい。ざるそば。ざるそば。で、これは、しかも具が、刻みネギ。刻みのり。と、わさび。わさび。はい。まあ、たまに生姜。うん、まあ基本、あ、しょうがないか、まあ、もうほんまにシンプルですね、こんだけです、うん、はい、でつけて食べる、はい、でかけそ、あとかけそばね、かけそば、かけそばは、うん、あれです、いわゆる丼に入ってて、うん、汁が入ってる温かいやつですね、うん、はい、ただし、まあ、冷たいものもあるそうですけどね、うん、でかけそばはだいたい長ネギが入ってて、うん、で好みで唐辛子をととっと入れると、七味唐辛子なんかととっと入れるという、はい、うん、こういうめちゃくちゃシンプルですね。あんまり具は入れず、そのままという方が多いです、うん、あと、ぶっかけそばいうのがありますね。ぶっかけそば。から冷やし中華っぽい感じで、うん、汁をだだっとぶっかけて。そばがきとかなかった。そばがき。おー、どんなんですか？なんかなかった。具が入ってる。おー、また教えてください。また皆さん、そばの話も、ぜひぜひ、教えてください。サルちゃん何？そば嫌いって。そうなんや、あららま、そうなんだ、まあまあやっぱりね、好みあるからね。いやー、なーに来た時はもうたっぷりそばばっかり食べさせるわけ。ああそうだね、寿司からそばになったんで、うん、よろしく、はい、うん、はい、でね、一番面白いところで音を立てて食べるのが許される世界でも稀有な料理らしいんです。あの音ね、ズルズルズルって、あれがむしろ僕らあれ普通やと思ってたんやけど、海外でやっぱり音を立てて食べるって NG なんやね、どこの国でも。マナー違反、ね、うん、らしいですね。基本的にダメみたいで。だってうどんとかでもやっぱりこうするでしょ、うん、でラーメンとかでもやっぱりズルズルって言われて、ズルズル言わさんと美味しいないやんって気がする ね、我々は ね、はい、でもあれはやっぱ世界的に珍しい傾向なんだ、ね、そうです、うん、はい、うどんが好きとか、海外行った時は気をつけましょう、はい、うどんが好きとか言われて、うん、あ、うどん、ああ、うん、そうやろな、うん、うん、はい、うどん小麦粉やからね、うん、はい、はい、で種類は、シンプルなそばはすごく種類は限られてるんですけれども、はい、それ以外、だと例えばね、お揚げが入ったらきつねうどん、あ、きつねそば、はいはいはい、天かすが入ったら天ぷら、たぬき、たぬきです、はい、そうです、たぬき、たぬき、はい、で、あれですね、エビ天なんかが入ったら、うん、天ぷらそば、天ざる、天ぷらそば、はい、卵がポンと入ったら月見やね、はい、山かけがドロッと入って、山かけポンと、山かけね、はい、ですね、
あとさらに鴨肉とか鶏肉とか、何番とか、何番ありますね。はい。なんかこうなってくると急にレパートリーが無限大にあるという。はい。それからあとね、そば関係の料理、料理というか食べ物としてね、先ほどおっしゃってました。それ、はい、そば茶。なんかそばボーロですね。そばボーロ好きやったんです、ちっちゃい時。ああ、知ってます？あとそば饅頭とかね、名物で、はい、ありますけれども。はいはい。そばがき、そばがきっていうのはお菓子や、そばのお菓子やったかな。うんうんうん。そばがき。あ、じゃあ、ぜひ、情報をお待ちしております。はい。でね、十割そばっていうのが、十割そばやったっけな。ちょっとごめんなさい、言い方、読み方が。ね、ありますよね。あと、二八そばいたらね、落語にもなってますけれども。はい。あれはまあ成分でちゃいます。おう、そばが出てきました。あと、さらしなそば、田舎そば、新そば、木そば、そばがき、いろいろあります。はい。そば粉を使った初期の料理ですよ。おお。そば、うん、が広がる前。だから、結局、お酒のつまみとして、だから、こう、そばを、はい、切って、はい、はい、はい。そばがいい、ね、鍋みたいな。はい、はい、はい。で、食べる。よいしょ。うん、うん、そうそうそう。あのね、時代の、ああ、はいはいはい。なんか餅みたいな、餅じゃないですか。みたいな感じですよね。穀物が、はい、乗ってる。どこで食べたんですか、そばがきは。なんか、で、見たっていうか。僕でも、それは未経験かもしれない、そばがき。へぇ。これ、おやつの定番。あ、そばがき。あ、これかな。おいしん坊かな。あ、そうなんや。いや、多分僕これ知らんわ。食べたことないかも。なんか、昔からなんか。へぇ。はい、その蕎麦の歴史ですけどね、なんかね、はい、蕎麦の歴史というのがありまして、もう、はいはい、もうとっとと調べてきたので言っちゃいますけどね、はい、昔はやっぱりその蕎麦がきと一緒で、と言うてる通りで、その蕎麦自体は、はい、雑穀だったそうです。はいはい、つまり日本主食はお米じゃないですか、うんうん、でもやっぱり昔はね、今みたいに全員が満足に食べれるほどお米が取れなかったので、うんうん、お米が食べれる人はまあ限られてたと、うん、でそうなると、お米以外のものを雑穀を食べてたということなんですね。食べれない人はいわゆる泡とか冷えとか、うん、でそういった中の一つで、まあ、蕎麦も考えられたそうです、うん、古代はね、うん、ですから先ほどの蕎麦焼きの説明にもありました縄文時代とか奈良時代よりも昔の古代からあったそうです、うん、で普通にお粥みたいにして食べてたんですって、うん、はい。だから、蕎麦が今みたいな蕎麦になったのはもうちょっと時代が下ってからなんだそうですけれども、はい、そうそう、だから、非常食というか、お米が今年取れなくて食べれないという時に、うん、まあ、庭に生えてる蕎麦をなんとか集めてきて、それで売って蕎麦を作ってたみたいな、なんか貧しい人が食べる食事みたいな風に、まあ、都の人は思ってたらしい。なんかその記録があったそうですわ。ただ、うん、農家の人してみたら結構ごちそうだったみたいで、あいつもそばってあれですよね、うん、結構だからその信州とか、そうですね、ああいうところでも、はい、こう荒れた土地っていうか、はい、その波とかでも、はい、生えるというできるから、そうなんです。だから山地っていうか山岳、はい、そう、信州はね、だからそばの一大産地といいますか ね、名物になってます。私もね、修学旅行ね、信州だったんですよ。そうすると、はい、そうするとバスガイドさんが、信州信濃の新そばよりも私はあなたのそばがいいみたいなことを言い張るんですけどね。まあね、その説明で信州はお米、はい、土地が大変痩せてたんで、はい、まあそばが、なんていうの、お米が取れないと、うん、でまあそばが、はい、代用品として、まあ、食べられていたみたいな説明、確かちっちゃい時の記憶なんでね、なんかそんな風な。うんうん、理解してたんで、あ、日本ってやっぱ今でこそね、はい、豊かですけど、昔はやっぱり貧し、まあ、食生活はね、貧しかったんだなみたいなことをなんか思ったことがあります、うん、日本食のその、うん、その和食のそのシンプルさというかなんか、はい、わびた感じっていうのもやっぱそういうのが根底にあるのかなとちょっと思ってたんですね、うん、それがこの一つのこの番和食シリーズのテーマでもあるんですけどもね、はい、はい、まあ、それはまたおいおいしてお話をしていきたいなと思いますが、でなんかコメントが、はい、あ、コメントありがとうございます。そばがきはそば粉にお湯を入れて練ったものですって。ああ、
対して今のような形のそばはそば切りといって、つなぎの技術ができるようになってからだそうです。ありがとうございます。六竜さん。はい。さすが信州 の、 あのゆかりの方だけあって、そばには詳しいですね。あ、そうなんですか。はい、コメントありがとうございます。ありがとうございます。信州では、なんかね、聞きました。情報いただきましたけれども、はい、くるみをくるみで食べるって。ちょっと想像つかないですけどね。くるみって何ですか？くるみです。くるみにつけて食べるんです。はい。で、どういうことかなって言ったら、くるみを砕いて、ペースト状にしたもの。なんか味噌、味噌かな？味噌状にしたものにつけて食べる。なんか、醤油のタレが出てくるまでは、はい、昔は味噌しかなかったんで、というか醤油は なかった時代、ほうほう、醤油が登場するまでは味噌でそばをつけて食べてたみたいな話になります。はい、うん、そうそうそう、味噌の話、味噌の選手、味噌の話しましたけれども、味噌、うん、味噌ね、選手、また黒田寛平さんの話になりますけど、中国大返しというのが、この間ありました、はい。これ冒頭で話そうと思ってたんですけど、うん、ちょっと、順番がこんなところでできますけど、はい、昔はね、味噌がどれだけ重要だったかっていう話なんですけども、はい、まあ、兵糧として、重宝されるよっていう話をしてたところでね、大河ドラマ、寛平さん、軍師寛平さんね、はい、あれ見てましたらね、この間の例の、もう、一大イベントです。中国大返しっていうのを。はい、はい、明智光秀を討つためにね、はい、中国地方ね、日本の中国地方から、うん、もう昼夜駆け巡ってダーッとこう、はいはい、京都まで駆け巡ってくるっていう、はい、一番名場面があるんですけど、ね、はい、あの時にね、炊き出しをしてるわけです、はい、お米とか、はい、でおにぎりですね、おにぎりを大投入していて、はい、もう走ってくる武士がバーッと食べていくんですけど、はい、その時おにぎりとお水と、うん、味噌だれでボーン出てましたわ、はい、昨日映像見たら、はい、味噌は必ず舐めていけって言ってたんで、はいはい、太平じゃないかな、あの子が言ってたんで、だから、うん、塩分ですね。塩、塩分とタンパク質なんで、はい、だから昔の人ね、栄養学なんか知ってたかどうかわかりませんけど、まあ、必ず、まあ、塩を取れということで、まあ、舐めさせてたので、うん、はい。だからそういう意味で大変、うん、昔は、シンプルやけど、それちゃんと、なんていうんですかね、理にかなってるというか。そうですね。でもね、今また、そうやって熱中症とか、はい、この時期、うん、なんか塩分取りなさいとか、ね、うん。ね、そう。塩分だけじゃなくて塩分を取らなっていう、はい。そう。だから味噌はね、そういう塩分を取るものだったようでございます。そういう話ですね。取りすぎはダメですけどね、はい、やっぱり取らないのに。はい。うん。8分。うん、はい。ということで、まあそんなこともあって、なんか、ね、はい、味噌、醤油が出てくるまでは味噌で食べてたみたいな、お蕎麦の話なので、はい、先ほど投稿にありましたように、うん、なんか蕎麦がそういう美味しいものっていうふうに認知されるようになってきてから、うん、まあこう、まあもともとその農村でも、お客さんが来たら、うん、もてなすために蕎麦を打ったみたいな話にありまして、うん、まあそれ、もうちょっと時代は下ってからだと思う。なんかおもてなしの料理だったんですね、蕎麦を打って切って、うん、作るっていうの美味しいっていうことが分かったんで、だんだん商品価値が上がってきたというか、はい、蕎麦美味しいんじゃないかで、なんかね、まあ、はい、まあこれもまあ書いてたことなんで、どこまでほんまか分かんないですけど、まあ推測でしょうけど、まあうどんの代用品だったと最初、はい、小麦粉が貴重なんで、はい、まあ安い蕎麦粉を混ぜて、まあ混ぜも安いものを作ってたんやけど、案外蕎麦の方がうまいぞってことになって、まあまあね、みたいな話もありました、はい、で蕎麦がだんだん人気が出てくるようになって、で江戸時代にブレイクした、うん、はい、江戸時代は、うん、まあ、屋台がね、屋台が流行ったんですよ、はい、でかつ、まあ、いろんな理由があって、まあ、江戸時代に、蕎麦が一大ブームになりまして、で今の蕎麦の原型ができたということで、はい、はい、はい、それだけでやっぱり江戸は蕎麦なんですね、はい、天ぷら、ね、だいたい同時期みたいです。天ぷら、菜種、ね、油がなんかたくさん取れるようになったんで、あと人口が多いんですね、江戸って。人口が多いんで、一、うん、人も多かったみたいです。男性人口はなんかやたら多くて。なので、まあ、一人暮らしするんで、うん、料理とかもしてた人もいるんでしょうけど、
あの夜中に屋台で食べに行くみたいなね、はい、我々とあんま変わらない生活を江戸時代の人はしてたやなと思うんですけどね。なんかあれですよね、はい、いやなんか私の勝手なイメージなんですけど、なんかやっぱり関東がそばで、うん、なんか関西がうどんのイメージ、ね、そうなんですよ。それはねそうみたいです。昔からそうやったみたいです ね、髪型が京都大阪うどんなんですって、うん、髪型うどん、あとまあさぬきですね、さぬきの国有名ですけども ね、はい、まあほんでねうどんってやっぱりね、あっちの香川県とかね、はい、そ うどん県ね、うどん県、ね、今度うどんの話もしましょうね。だからね、はい、でそばといえばやっぱり江戸と信州なんですって。信州ですよね、はい、うん、信州そばね、江戸がすごいですね、文化が。あと渦しそばね、ああ渦しそば最高ですよ、うん、渦しそばは、はい、あの食べに行ったことあります？いやないですよ、それは。あれねすごいですよ、最高ですよ、めちゃくちゃうまいです。もうそば好きならあの泣いて喜びますよあ、はい、あれもねなんかもともとはあの信州から伝わってきたらしいですね、はい、はい、ね、ね、信州、どこだ、はい、なんか、なんかコメントが、はい、はい、ありがとうございます。そばが人気出たのは、うん、茹でるようになってからみたいです。うんうん、その前は蒸していたの、で、ね、蒸していたのだそうです。その名残でせいろを蒸せるみたいです。へえ、そうなんだ。さすがはざるそばのあれか、うん、あ、そうだね、そういうことやね。最初蒸してたのね。あ、うん、でもなんか蒸してたら美味しそうやね、それはそれで。まあね、それはね、うん、それはそれで美味しそうやな、うん、そんな食べ方を多分するとこもあるんでしょうね、今でもね、うん、はい、なんか我々は大阪で食べるそばしか知らない、僕は知らないんですけど、なんかそういうのはなんか地方地方にいろんなそばがあるみたいで、昔の食べ方をしているようなお店とかってないのかね、うん、いやきっとあるんです。だからもうそば通がいっぱいいるじゃないですか、そば好きな人ね、ね、多分信州とかいったらあるのかな、あるんでしょうね。なんか信州に詳しい方はぜひ情報をお願いします、うん、はい、まあそばかけとかはねなんかありそうですけどね、うん、はい、うん、でね、あの文化の話で、うん、どうしてもこれは言ってきたけど、はい、江戸はね、あの、うん、なんかね、江戸っ子の象徴みたいなのって、もう、蕎麦は。蕎麦が。蕎麦が、うん。はい。なんか蕎麦を一気に食べる。まあ、たぐるっていうなんか言葉をまで。なんか蕎麦、そうなの、なんだっけ、昔、漫画で、うん、はい。あれは何だっけ、バコボンじゃないわ。バコボン？何だっけな、こんな、こう、はい、なんか、バコボン、あ、漫画じゃないか。これなんかこう、はい、江戸前のさ、ああ、これね。はい、カランカランカラン、名前乗せられるかみたいな、ビャーって出てきて、こけてバーンみたいな、あ、バカもなりましたね。あれもなんかよくある風景、出前、そばといえば出前ね、そうそう、はい、あれもよくは、今はどうなんやろう ね、でもあれもやっぱ江戸で大変もてはやされて、ね、なんかテレビとかでも、これ何枚までこう乗せて運べるかってこうなんか、はいはい、あとわんこそばとかね、毎晩食べられる、わんこそばもはね、あれね、あれはなんか、ね、青東北の方のあれらしいけどね、うん、まあいろんなところで、ね、食べ方ね、江戸はねなんかとりあえずこだわりが強いみたいで、うん、なんか食べ方とかね作法とかに、ね、やたらうるさいという、うん、もうなんかあのダンディズムの世界です。江戸っ子は、うん、一気に食べなきゃいけない、うん、くちゃくちゃ言わせてたなとかね、うん、いやなんかね池波正太郎さんっていうね、歴史小説作家さんで、うん、まあ、最近本をお貸しいただいたんで、うん、読んでるんですけど、うん、まあまあまあ、やっぱり江戸の人、東京の人が東京生まれの人にとっては、そばって特別な食べ物みたいなね、うん、はい、うん、なんかね、全部つけちゃいけないって、うん、もうそんなドボってつけるのやばだからやめときなみたいな、江戸からつるっていけないみたいな、ね、はい、で、なんかね、落語の話で、うん、落語でね、こんなネタがあるぐらいです。で、そばが江戸っ子がもう死ぬ間際にね、うん、死ぬ間際に、うん、おらよ、一度でいいから、そばをつゆにたっぷりつけて食ってみたかったんで、ガクみたいな。そんなネタがある。そういうセリフがあるね。はい。ネタが。だから、できないんですって。そんなことしたら、いつやぼちになってもらえるらしい、うん、まあ。そんなものがあるそうです。はい。面白いですね、文化ってね。ところ変われば。はい。で大阪大阪で多分で、ね、髪型髪型でうどんの文化があるんだろうと思うんですけどね。そうですね。うん、はい。あ、はい、はい。またコメントありがとうございます。何そば？ん？失礼します。蒸してるのは何そば？蒸した。あ、伊豆市そばですね。うん、あ、伊豆市そばのルーツは上田です。上田市。ああ、うん。はい。信州上田観光大使の六流堂さんの言葉ですね。間違いないかと思います。うん、そうなんですね。うん、はい、うん。
へぇー。ああ、伊豆市は、伊豆市そばでも、もうおすすめですよ。ぜひ行ってくださいとか行きましょう。はい、なんか、タクシーのおんちゃんでもたまに、伊豆市そば食いに行くね、みたいな。楽しそうな話してるから、時間大丈夫かな。あ、もう1分切ります。あと1分。バラ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 と。そうですね。とりあえずちょっと一旦閉めますね。ごめんなさい。もうちょっと話はあるんですが。あ、そうですか。まあまあ、でもまあ話したいことはこんな感じなんですけど、とりあえずニコ生がいつもバタバタですいません。ね、あと1分なんで、はい、来週の、予告をしますが、ちょっとね、来週私お休みします。すいません。はい。はい、と言いますのは。お休みらしいですんで。と言いますのは、なんか夏休み休暇らしい。夏休暇。とね、こちらに、お、はい、世界コスプレワールド選手権をちょっと取材してこようと思いまして、来週末。はい、この週末に行われるんですよ。休暇じゃないですね。まあ、取材ですね。はい。前のね、取材という名目の。これでございます。はい。ね、来週明けにはこちら、はい、レポートしますんで、ぜひお楽しみに、ね、はい、名古屋で行われます世界コスプレサミットですね、はいはい、この様子をまた熱烈レポートいたしますので、はいはい、世界で の, ワールドカップです、コスプレの、はいはい、コスプレのワールドカップでございます、はいはい、また頑張れ日本、おいおいおいあ、でもね、日本も1回優勝したみたいな、はい、おっとっとっと、はい、はい、では一応締めます、はいはい、ありがとうございました、バイバイ、はい、ああよかった。いつも尻切れトンボで終わっちゃいますからね。はい、それで OK していてください。はい、でもニコニコ生放送の皆さんありがとうございました。はい。はい。というところで、ね、ちょっとパタッと、いつも時間配分が悪くてございません、はい、申し訳ございません。はい。まあ、そんなこんなで。サバの話はそんな感じですね。そんなこんなで。はい。とりあえず伊豆市美味しいよって話と伊豆市美味しいよって話と、まあ、はい、まあ、そば一つとってもいろんな地域ですね、ですね、文化がありますと、うん、はい、うどんやったらやっぱ讃岐のね、お話もしなきゃいけないでしょう、うん、はい、はい、まあ、今日はちょっといろいろコメントたくさんいただきましたので嬉しいですね、はい、うん、ね、そばともなかなかね、マニアがたくさんいらっしゃるので語りきれないかなと思うんですけどね、うん、はい、まあね、さてさて、このトーク次は天ぷらかな、ね、天ぷらね、代表的なところを取り上げたら、いっぺんちょっと面白い、うん、マニアックなところに行きたいなと思ったんですね、たこ焼きとかね。結構ね、そば、今調べてみたんですけど、はい、世界のそば料理、あ、世界のそばね、料理って、ね、そうそうそう、意外ですよね、あるんですね、世界のそば料理って、ね、何があるか。イタリアとかね、はい、イタリア。うん。そか、そばって日本しかないと思い込んでただけで、うん、海外の人食べてるんですね。そうなんですよ。うん。ちょっと待ってね、はい、めちゃくちゃ重たいなぁね、ね、はい、こちらで用意しております、出来上がりが、あ、そうね、はい、ね、イタリアはね、そばのパスタがあるそうですね、そばのパスタ、はい、そばパスタ、そばパスタ、まあ確かに、まあまあまあ、美味しいから目をつけるのはどこの国でも一緒でしょうって思いますけどね、うん、はい、そしてそばパスタか、はい、なんかでも、ロシアではそば粉入りのパンケーキもあるそうです。ああ、美味しそうだね、でも結構ね。結構なんか、はい、そう、そば、歯応えがあってね。スロベニア、うん、クラークフカーシャ、そばの実をいって、うんうん、オーブンで焼いたおじや料理。おじや、ああ、うん、あと、日本で一緒ですね、はい、スロベニアで、うん、スガンチ。うん、スガンツっていう、はい、なんかバターを加えて練り上げたそば楽器のような、うん、はい、スロベニアの伝統料理でして、農民料理、うん、ほう、うん、あとフランス、はい、フランスガレット、ガレットなんか聞いたことありますよね、そば粉入りのクレープ、あ、美味しそう、うん、なんか歯応えが、これはいいかもしれない ね小麦粉にそば粉が加わってね、なんか歯応えが出て美味しそうじゃないですか、うん、あとはね、うん、フランスロシア、もうロシアさっき言いましたね、パンケーキはね、はい、カーシャ、結構そばの実のおかゆだって、うん、おかゆね、ネパール、おかゆ基本なんですね、ネパールもあります、うん、
名古屋にあるんですね、うん、マイナーな。でもあんな蕎麦を麺にしてひたすら麺だけ食べるいうのは日本ぐらいかな。ネパールのロティって蕎麦粉なんや、はい、ほう、そうロティ、いや知らないです、初めて聞きました。ロティって言ったらうん、あれですわ、はい、平らのよう、よくインドだったらはい、あのナンとか言うじゃないですか、こう、はい、あの平たいパンあるじゃない、あのカレーつけて食べる、あ、ナンね、ナン、はい、インドだったら、はい、でスリランカでもロティって言ってこんなみたいなのあるんですよ、はい、でネパールのロティはなんかそば粉なんですよ、うん、大体小麦粉かなんかでしょ、うん、あ、大体でも世界基本小麦粉ですよね、うん、確かスイランカもロティってあるんですけど、うんうんうん、確か小麦粉だったり、だからね、だからあれなんですよ、海外と思ったんですけどね、うん、やっぱ小麦がバッチーって取れるんです、土地が豊かだと、だからそばなんて食べないんですよ、きっと。ほんで韓国、わざわざ韓国冷麺もそば粉なんですよ、はい、おお、そう、ああ、あの冷麺、そう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 、ちょっと食感が、あの韓流ドラマでね、はい、よく、うんうん、ちょっとね、カップが透明っぽくない？食べてるやん、うん、あ、そう、透明っぽくないですか、透明っぽくない、そうそうそう、切れへんやんみたいな、歯で噛み切れないですよ、あ、そうだ、結構硬い、そう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 、ちょっと長いこと食べてないのにどんなやったかなって今思い出しながら、うん、美味しいのは美味しいですけどね、ね、はい、ね、要は韓流ドラマにもね、うん、ね、行きますからね、韓国の冷麺とね、あれ美味しいね、そうですよね、冷麺、ビビンバ大好き、はい、ビビンバ、はい、一旦ジャージャー麺とかね、ジャージャー麺、はい、ジャージャー麺か、はい、あの黒い、おう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 おお、あれは麺が黒いの？え？タレが黒いんやったっけ？あれはタレが黒いんですよね。タレ黒いね。麺はなんか香ばしかった気がします。うんうん、はい。でもね、そばのああいうあれを美味しいっていう人はなかなか、サルルちゃんが、中国もあるけど、あるんだ。そば作った麺？ね？そば作った麺。うん。あ、そばで作った麺あるってね。そうですね。あ、ヘイローかなこれ。なっていう。ヘイローっていうのが中国はありますね。うん、内モンゴル地方の押し出しそば、うん、はい、具入りのスープをかけて食べるって。やっぱあの小麦が美味しいんでわざわざ食べるっていうことはしないんでしょうね。押し出し麦ってこれあれか、このなんかところてんみたいに作るってね。ああ、そういうことでしょうね。そういうことですね。はい。あとモルチフ。沖縄そばもあれでしょ、小麦でしょ、多分。ね、沖縄そば、はい、早期そば、うん、早期そば、あれ小麦だと思います。で、なんか日本のそばと一緒にされたらかなわんみたいな話が、ね、うん、書いてあったような気がします。はい。みんなね。ちょっとあの個人的にフォーが好きなんです。麺というとお米でできた麺。お米ですか。米麺がすごいツル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 で大好きなんですけどね。ありますね。うん、はい、はい。米粉ね。米粉ね。米粉もありますね。はい、そうなんですよ。あれね、日本でなんでこんだけ米がたくさんあって米大好きなのに米粉を作らんのかな、米麺作らんのかなってずっと疑問だったんですけどね。ずっと疑問だったんですけどね。どうやらあの米、日本の米だと向いてないんですって。うん、ああいう東南アジアの米でないとあんなふうにならない。ああのパサパサした感じのあれ、ね、うん、っていう話です。残念ながら日本の米ではあの美味しいのかな。多分日本の米で粘りがありすぎるんじゃない。餅みたいなのかな。そうですね。でも餅みたいな麺とか食べてみたいですけどね。餅麺。うん、なんか団子になっちゃうんですよ、麺団子に。ああ、うん、そうかそうか。だから五平餅とか。うん。そうやったら餅でやったって話か。うん、餅になっちゃうじゃないですか、うん、やっぱり。はい、うん。まあまあ、そんな話で、次は天ぷらの話をしたいかなと思っておりまして、うん、そして、はい、はい、大丈夫ですか、話してて。そして、この夏は、先ほど言いました。じゃあもう一回出しますね。うん、これを。はいはい。はい。ほい。いきます、世界コスプレサミットですが、はい、ちょっと落ち着いて、どんなものかと言いますと。はい。ざざっとね、説明しましたけれども、あ、ニコニコ生放送でなんか当日、放送あるそうですが、見たい人は多分見るでしょうね。はい。興味がある人は。これはね、まあ、コスプレが好きな人が、それぞれの国の代表を、はあ、選ばれし者が来て、どんな感じなのね、やっぱりトーナメント方式みたいなんで投票してもらうのかな、はい、多分
だと思うんですけど。だと思う。はい。で、まあ、この日一日がイベント、お祭りなんで、その名古屋の市内を、コスプレの人たちがパレードするとかね、行列が出たりとか。うん、で、スタジアムじゃないですか、なんかそんなところを借りて、うん、ちょっと何をするかまでは、ちょっと私あんまり、一旦のお楽しみなんで深くは調べてないんですけどもね。はい。まあ、とりあえず、海外の人の、漫画熱というか日本人熱みたいなのをね、うん、体感してこようかなと思っております、うん、はい。なんかね、やっぱちょっとまた見る目が変わりました。海外の人の外人さんの僕が、はい、漫画にこんなに夢中になるんやとか思って逆に、あ、逆にね、はい、いやこんなに、漫画アニメ、そんなにジョジョ好きかみたいなね、うん、なんかちょっと僕も最近のアニメのことを勉強していかないとなんか分からへんみたいなところ でもね、はい、日本のこのアニメが、はい、それこそ先週言ってこのクールジャパンで、ね、うん、はい、こうどん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 世界にこう発信していって、うん、こう話題になっていくんです。その裏側で、はい、やっぱり今日もなんかちょっとネットであったんですけど、うん、やっぱりそのアニメーターとか制作する人の、はい、仕事環境の悪さというか、うん、その賃金、うん、ね、低賃金、はい、賃金が安く、はい、過酷な労働条件で、はい、うん、笑ってる場合じゃないですかね、うん、ねえ、もう少しね、文化とかそういうところも、ね、底上げをしていてほしいですね、まあ、そういう制作現場のやっぱ改善もね、はい、いかないとやっぱりいい作品もね作っていけないだろうな、はい、うん、うん、そうそう、あともう一つね、大阪漫画フェスティバルかなんかそういうのも今年あるみたいなんで、はい、ちょっと行けたら覗いていこうかなと思うんです、はい、はい、大阪、それもまた、そういう漫画のフェスティバル。つよしさん、はい、漫画一色です。ちょっと漫画家に転身しようかなと。心配ご無用。ありがとうございました。でも、墨絵漫画もいいかもわかんないですよね。あ、これ可愛いでしょ。うん、ひよこ。可愛いでしょ。私といいです。ひよこの子ってなかったっけ。ありましたね。はい、あやちゃん、これいいでしょ。可愛いでしょ。ほら、ひよこ。見えへんな。はい、というわけで、ちょっと長々とお送りいたしましたけれども、はい、今週は、つよしのカルチャー話はこんな感じでございました。はい。はい、また西川さんの BGM、どうもありがとうございました。はい、西川さん、また使わせていただきます。はい。はい、ではでは、そんな感じで、ちょっと、来週は名古屋でございます。申し訳ございません。そして、はい、おやすみです。そして、はい、この後、23時から、はい、ことことビーツ。はい。始まります。はい。そして私はこの、これでございます。はい、はい。はい。楽しい楽しい。よろしく。二人と続きます。はい。はい。じゃあ、締めに行きたいと思います。お願いします。お願いします。歯磨けよ。はい。顔洗ったか。お風呂入ったかまた来週じゃあねー。さよならじゃん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 。無理やり終わりましたね。なんかおかしいわ。無理やり終わっちゃいました。さよなら。はい。また来週はいない。私また来週。はい。さよなら。さよなら。画像処理的なところでごちゃごちゃやってるだけでございます。皆さん、良い夏を。